妙な生き物が深夜の繁華街に出没、犬に襲われていたところを保護。6月12日 CNS 中国雲南省文山チワン族メオ族自治州岡北県の繁華街に仙山公がふらりと現れ、犬に襲われているところを市民に助け出され、森林公安局に保護された。第一発見者の李さんによると、9日午前3時、李さんと会社の同僚2人で車で帰宅道中、路上で3匹の犬が奇妙な形をした生き物に吠えたり噛みついたりしているのを見かけた。李さんは車を止めて犬を追い払うと、その奇妙な生き物は近くの出店の棚の下に逃げ込んだ。よく見てみると仙山公だった。犬に足を噛まれ怪我をしていた。この場所に泊まっていてはまた犬に襲われると心配した李さんは、出店からもらったカゴに仙山公を保護して自宅へ持ち帰り、翌朝に森林公安局に連絡した。通報を受けて駆けつけた森林公安局職員は、野生動物の専門家に調査を依頼すると、この仙山公は国家に旧保護動物のマレー仙山公であることが分かった。そして足の負傷に気づいた職員はその場で治療を行った。仙山公の重さは約8キロ。現在負傷した仙山公は公安局で保護され、回復後に再び生息地域に返される